やりますか。いやー、外に出るにも除雪しないと出れないっていう。いやー、コンビニに行くつもりが、目の前が埋もれてたんで、除雪に1時間。まあ、サボってる俺が悪いんだけど。やっぱね、こうなるとね、降りたいんですよね。2、3日現実逃避して、除雪をサボって、あ、もういい。仕方なく除雪のために外に出て、除雪労働をするという季節がやってきました。まあ、しょうがない。まあ、これは別に寒波どうこうじゃないね。まあ、俺はそういう地域に生きているので、そうせざるを得ないというだけですよ。というわけで、1801回目からになります。ね、白虎会は地下労働で2000分の1を狙っているそうでございますので、私は一人静かに4000分の1と向き合おうと思います。ではよろしくお願いいたします。まあ、RDA in Japan があるおかげで、それを見ながらやれますけれども、最初は筒がなく、通常食を目に焼き付けておきましょう。はい、というわけで、ここからは何も考えず、淡々と RDA in Japan を見ながら ちょうど今 RDA in Japan ではポケモンクリスタルがやってらっしゃいますね。ああ。僕も昨日だっけ、一昨日だっけ、忘れちゃったけど、たまたま見てたらサブスクギフトいただいたりして。でもね、俺クリスタルやったことないんだよね。金銀も世代じゃないっていうか、まあ、なんだっけ、DS のリメイクはやったけど、ちょうどね、金銀の頃ってもうたまたま何あんまりゲーム遊んでない時期なんだよ。なんか初代の赤緑が最後っていうか、あそこから数年間はもうなんかあんまりゲーム遊ばない時期というか、部活やってましたみたいなね、そういう時期だったから、ちょうどゲーム離れするような時期だったかな。アドバンスの頃とかもね、正直なんか友達がアドバンス持ってたのは覚えてるんだけど、全然あの頃もゲームしてなかったな。結局大人になってからでの、あら愛子さん、こんな深夜にこんばんは。どうだい東京は。また大変な時期に行ったね。この、鬼のように寒い時期に。明日も東京なんだっけ、氷点下になるとかだから、歩くの気をつけなね。Come on, my computer. Yeah. Please be careful to walk in Iceberg. Even though in Tokyo. I'm kind of bored. Okay, I show you this entertainment. Just 1 minute loop shiny hunting entertainment. I will show you. I'll be careful, yeah. まあ、ゆっくり歩けば大丈夫よ。まあ、俺は昨日こけたけど、俺は昨日こけました。I have nothing to do in my hotel, so just playing Mahjong on my phone. あ、Mahjong してんの？ ああ、なんか前言ってたよな。今度は一緒に Mahjong やろっか、じゃあ。俺、でも俺 Mahjong はそんな詳しくないんだよな。点数計算はできないけど遊べるぐらいで、俺めちゃくちゃ弱いんだよな。ジャンタマやるか。
俺弱いよ、麻雀。よくね、友達と麻雀やったな、昔。渋谷の雀荘で遊んでた。僕も弱い。なんかね、麻雀全然強くないんだけどね、なんか友達と朝までやるのが楽しくて。あと、実際の麻雀牌触るのが好きだったんだよね。友達と、11時ぐらいまで働いて、お疲れって上がった後に、じゃあ行こっかっつって、そっから朝まで、まあ、ジャンソーでマージャンするっていう、こう定例会みたいなのがあって、何ヶ月かに1回みたいな。楽しかったな。元気にしてるからな、あの頃の友達は。俺が唯一行ったことのあるじゃん。ああ、唯一じゃないな。どっか遠征したこともあったな。でもそれ以来行ってないから、俺が知ってる雀荘は東京の雀荘だけだな。俺は今 RTA in Japan をチラ見しながら。ホテルじゃやることないよね。わかる。なんか、こうライブの遠征とかでホテル泊まった時って、ほんとやることねえなって思うもんな。雀荘行ってみたいけど、ちょっと、まあ、気持ちはわかる。僕もなんか友達とじゃなきゃ行かないね。なんか一人で行ったりは絶対にできないな。知り合い以外と麻雀しようとも思わないし。でもね、あの、なんていうか独特な空気はね、確かに一度味わってほしいかなと思う。あの空気感っていうか、まさに大人の社交場と言える場所だから、そこは。社会人学生に混じってる感じ。考えすぎるから怒られた。あ、なんかだからそういうのもあって、やっぱさ、知ってる人間だけで行くべきだなって思う。僕もなんか標高チョンボ点数計算とかさ、気にせずというか、まあ気にしてないわけじゃないんだけど、俺が初心者で弱いのも分かってるけど、一緒に友達だからできてたし、めっちゃ強くて詳しい人が代わりに点数計算してたりとかして、やっぱ知り合いで行くべきだよな。いつかオフ会ジャンソーでやるか。スイッチで集った連中で、なぜかオフ会をジャンソーになって。さすがにそれはなーって感じだけどな。なんだろうな、でも現代だとオフ会っていう概念もないのかね。俺はどうせだったらカラオケとかの方がいいかな。カラオケとか、もしくは e スポーツ施設に行って対戦会とかがいいな。ストリートファイター5対戦会やりたいな。ブロディートーナメントやりたいな、いつか。まあトーナメントだったらオンラインでできるよな。いつかちょっとね、大会は企画したいよな。まあただ俺じゃあ人が集まんねえと思うけど。シルバー未満大会とか、ね。
いやでもポケモンクリスタルは俺やってないなー。いつかやりてえよな。このバーチャルコンソールスイッチにもあればいいのにな。3DS のバーチャルコンソールでしかねえもんな、クリスタル。3DS 配信できないかな。改造ね、じゃないと。さすがに。ね、3DS にね、HDMI 出力があったらよかったのにね。すごいね。クリスタルって、舞妓さんのトレーナーとか出てくんだ。面白。浄土地方か。金銀クリスタルだから。舞妓のトレーナーなんかいるんだ。すごいな。ハートゴールド、ソウルシルバーはやったけど、もう忘れちゃったな。どんなゲームだったか、譲渡地方。譲渡覚えてない。ポケモンクリスタルか。クリスタルはまだゲームボーイか。どうなんだろう、スイッチや 3DS バーチャルコンソールは出ないだろうな。まあでもゲームボーイバーチャルコンソール出してほしいけどな。スイッチオンラインに組み込まれてるから、単品の切り売りしないんだよな。サブスクのやつだと追加するのがね、遅そうだよね。やっぱ単品売りも時代の流れとは言えないけど、やってほしいな。後世に残してほしいよね、旧作は。萩の灯台。いや、マジで覚えてないわ、金銀。忘れたからこそちょっとやりたくなるな、金銀。金と銀。ああ、これ、スイクにいるのか。俺も早く、あれだね、三軒取りに行きたいな。なんか、あれだな、ユクシー、アグノム、エムリットあたりは通常食でいいかな、なんか。なんか旧作のポケモンの伝説を色違いしてほしいよな、どうせだったら。
そうだ、今日ちょっと面白いお菓子買ってきた。あれ、わあ、香るなー。カラメルコーン、でかっ、何これ。でかいキャラメルコーン。あんまり美味しくねえ。普通のキャラメルコーンが良かったら、これ失敗したな。普通のキャラメルコーンの方が美味しいよ。これなんだろうな、微妙だな、これ。せっかく RTA in Japan のサブスクもらったから、キャンプ無駄に1ヶ月使い倒していくか。なんか年に1回もらってる気がすんな。ああ、ペプシマン、ウェルカム。Hello。How are you doing? ええな、ペプシマンと。ペプシマン。I'm doing fine. I'm bad. Yeah, I'm not bad. No, I'm trying to hunting shiny deer, but now reset count is 1,800. Oh.
え、うん、難しいね、ベルシバ。これの繰り返しよ。repeatedly. Yes. Did what I I did repeatedly.笑っちゃうよね。ごめん、そうそう寝る。ああ、お疲れ様、おやすみ。あばぐんないこうさん。そりゃね、2時に放送を始めたら寝るよね。これさ、眠い時にこんなもん見たら秒で寝れるよな。
スイ君って笑うね。今日はあんま、そんな長時間はやらない。開始が遅いからね。
いやー、なんかあったかい麺とか食べたいよね。ただもう外に行く気力すらなくなるんだよな、この寒さ。まあでも明日はさすがに買い物に行かんといかんよね。さっき除雪したんだけど、まあちょっとさすがに夜すぎてあんまりがっつりはできなかったから、明日の日中にちょっと綺麗に仕上げの除雪をしないとね。まあどうせまた積もってるんだけど、除雪したしてる間にまた積もってくからな。エンドレスループなんだよな。どかす、積もる、ね、除雪車とかも来るから、でかい塊をどかしたと思ったらまたなくなってたりするし。いや、この時期はマジで大変だわ。ええな、キンドルってこんなの。トイレ行きたくなってきたな。3時でトイレ行くかね。あと2回ぐらいでちょっとトイレあ、せめて霧の湯1850までやろうね。うん、寒い。あーでも昨日たまたま流れてきたツイートで、東京外大のモジュールのやつ面白そうだよな。でもあれどう使えばいいんだろうね、ああいうの。アカデミックすぎて勉強に使いやすいかっていうと結局違ったりするんだよな。なんかディオリンゴみたいな、なんかもう、なんて言ったら、もうホスタルピーティーの塊みたいな優しい世界になれちゃうと、ああいう、いかにも学者さんたちが作ったよねみたいな値システムでも中身はありますみたいなやつをどう使っていいのか分かんないんだよな。本当にあれが使いやすいのかっていう、まあ物は使いようだと思うんだけど、どう自分のやつに生かしていいか分かんないよな。我慢できない。
ちょっと、トイレ行ってくるわ。トイレ行ってくる。以上。もう戻ってきます。
クリスタルも2時間。ちょうどあれなんだよな、サブディスプレイの妙な色合いが色違いに見える。まあ休憩込みで50回。いつも通り。
お、ビドル、ウェルカーン。こんにちは。ストリームの後でよく休みのにしてください。はい、ありがとうございます。ちゃんと休息はこまめにとってるから、ありがとう。ゲームで頑張ってください。ありがとうね。Thank you for coming and comment, ビドル。Thank you. ありがとうね。頑張る頑張る。ありがとう。休めって言われるのも。大丈夫、そんな疲れるような放送じゃないから大丈夫。こりゃそんな時間にやることじゃないんだよ俺。イッサルの後って何やるんだろうね。あれってスケジュールは この後 FF3 なんだ。へえ、いいね。今日はもうあれなんだ、今日は RPG で、後半は違うか、後半はマリオなんだ。
なるほどね。
だいぶ。今日スタートからね、
クラウンクリスタル四天王星になってる。
900どうしようかな。2000回まで、あと2時間を追加するべきかどうか。今日は100回でいいか。ここから2時間追加すると朝6時か。始めたのが遅すぎだから、今日は普通に100回分だけでいいかな。マイクラもやりたいし、本当は放送がしたいんだけど、さすがにこの、別にここからもう何ヶ月も続くんだけど、この妙な寒さの中、雪のなんか大変。自分がもう、寒いせいで余計に眠いんだよ。
もうすぐ2000なのは。もう2時間追加して2000まで突っ走るか。まあ、始めるのが遅かったからここでおしまいにするかどっちかな。本当はね、RDA ジャパンとかがやってるから、こういう時にダラッと進めるのが一番いいんだけど。どうも。ここまで寒くて眠いと本当に寝落ちしそうなんで、さすがに2時間はちょっとショートストリームだけど、まあ100回積んだから終わりっていうのも悪いのかな。はい、しれっと1900回ですね。お、ペプシマン いたんだ そうなんだよ キリがいいね。1900。全然嬉しくないよね。I'm not happy We are reaching this number, but I'm not happy. っちゃうよな、いつまに。はい、じゃあ1900回どうぞ。はい、ダメでしたな。どうしよう。2000回に。2時間の2000回にしてもいいんだけどな。今日が乗らないんだわ。というわけで、ここ、一回ここで区切りまーす。いやー、Thank you for watching me. A little short stream today, but I stopped this stream. Today's set count is just 100. ありがとうございました。ペプシもありがとうね。またやりまーす。Have a good day, have a good night. See you next time. Bye bye. お疲れ様でした。